皆さんこんばんは、今日も甲子園球場で行われました阪神タイガース対日本ハムファイターズの交流戦2回戦ということになります。昨日はですねファイターズが8対2もう大勝でした。そして、今日がその2戦目ということになるんですが、今日の先発ピッチャーはですね、タイガースは西勇輝ですね。6ゲーム投げて2勝1敗防御率が 1.34 です。本当に安定したピッチングをずっと続けているピッチャーなんですけれども、今日はちょっとやられます。そして、一方のファイターズの方は山崎福也いいですね。8ゲーム投げて5勝1敗です。防御率 2.26、非常に安定したピッチングの、2人ということなので、また今日もロースコアのゲームかなというふうに思ってたんですが、案外そうでもなかった。そのゲーム振り返っていきましょう。はい、2人の投げ合いですけれども、まず初回、西勇輝三者凡退の回を作りましたね。そして1回の裏、山崎福也、先頭の近本にはレフトへヒット打たれたんですけれども、中野、ここもまたフリーで打たすんですよね。僕はやはり2番なんとか中野で、2塁に送れるような作戦を取れないかなといつも思いながら見てるんですが、ここいつもフリーで打たせます。そして、フライアウトというね、ランナーが動けない、アウトだけ1つ増えるというね、このパターンが多すぎますね。そして3番今日は小野寺をレフトで持ってきたんですが、この小野寺、3打席全部三振、それもボール球を振ってばっかりの三振ということで、内容が非常に悪かったですね。後でまたそのバッティング内容もお話ししましょう。そして、4番大山センターライナーで難なく0点ということになりました。2回、ヒットとフォアボールは出ましたけれども、盗塁死などがあって0、2回の裏三者凡退、3回の表2アウトからデッドボール、水谷の2塁打で、2、3塁という、形ができたんですけれども、3番郡司がセカンドゴロを詰まらされましたね。これで0点ということになって、3回もまた三者凡退、4回動きました。この回でしたね。先頭のマルティネス、1-1から外のスライダー、これはうまく打ちました。右中間に2塁打、5番の松本、やっぱりこの人は考えてますね。1-1からもうここは多分追っつけさせないようにインサイドに来るんじゃないかというような気持ちが強かったと思いますね。そういう気持ちでインサイドのツーシーム、それをレフト方向に狙い打ちだったと思いますね。1、3塁ノーアウト。そして6番に山崎福也を入れてたわけですよね。1打席目もこれフォアボール取りました。そしてこの大チャンス、さあどうするかなと思って見てましたら、ワンストライクから外のまっすぐ、綺麗にショートの頭抜きましたね。はい、タイムリーヒット、1点入ってまだノーアウト1、2塁という形になりました。そして、7番のキャッチャー伏見、当然送りバントですよね。送りバントだったんですが、これをですね、名手西勇輝がですね、三塁へ悪送球です。やはり焦ってんでしょうね。やっぱり1点まず取られた、味方打線そんなに点を取ってくれない、どうしても三塁でアウトにしたい、そういう気持ちの表れがですね、焦りとなって、三塁への悪送球、ピッチャーのフィルダースチョイスとエラーがついたというね、ことで2点目が入りました。そして8番水野にもライトへタイムリーを打たれて、この回4点取られたというね。西としてはですね、これまあ今年これだけ連打食らったのは初めてだと思いますね。この回5本ヒット打たれましたね。でもうこの4点取られた時点で、この4点を跳ね返すだけの打力が今のタイガースにはないだろうな、そういうふうに思って見ておりましたが、5回また追加点されましたね。浜地が出てきて、先頭のマルティネスに、レフトオーバー、フェンス直撃でしたけれどもシングルヒット。そして、松本に、ライト線2塁打ですね。ノーアウト2、3塁。そして山崎福也は今度はピッチャーゴロでしたけれども、伏見セカンドゴロの間に、サードランナーがホーム生還。水野の何でもないサードゴロ、これをですね、渡辺が、まあ、軽率なプレーと言われてもしょうがないですね。普通のゴロを落としてしまったというね、エラー。これで6点目が入ったという形になりました。山崎福也は7回まで投げましたね。はい、102球3安打、奪三振も8多く取りました。四死球が2、失点は0ということになりました。そして8回山本匠、西宮の出身ですからね、いろいろ知り合いの方も見に来られてたと思います。いいピッチングをしました。そして、9回はザバラ、
160キロのボール出ましたね。はい、球の速さ、これがまあ一つ売りのピッチャーでしたけれども、三者凡退の回を作りました。タイガースの方は西がもう4回で終わりましたね。そして5回ハマチが出て、6回7回8回この3イニングを富田蓮、きっちり抑えました。そして、9回は漆原ということで、まあ、4回5回で6点、特にこの4回の4点ですね、4点がもうこれも致命傷と言っていい、失点になってしまったな、そういう感じのした、ゲームでした。ということで、今日の勝ち投手は山崎福也投手、6勝目、素晴らしいですね。はい、そして負けが西勇輝につきました、2敗目です。ホームランは出ておりません。MVP、これはもうね、7イニングを無失点に抑えて、そして4回、これ先制打も山崎福也が打ったというね、もう投打に大活躍した山崎福也投手ということになりました。こういうゲームでした。はい、今日はですね、まあなんでこんなに打てないのかっていうところをまずちょっとね、皆さんとたまにちょっと考えたいなと思うんですけれども、僕は今日見ててすごく気になった選手一人いました。小野寺、もっとねじっこいバッティングをするバッターなんですが、今日のバッティングを見てたらですね、もうボール球ばっかり振ってる。なんであんなにボール球に手が出るのかっていうのは、ストライクボールの見極め、これができてない形になってるんですね。構えて、こう構えてますね。そして早く体の面がピッチャーの方に向くわけですね。それで振ろうとするから目が見えてないわけですね。いい時っていうのはもう少しこうあるわけですね。体の面がもう少しこういう形になってる。そうすると見えてるんですね、正面に。それでこう振るか見逃すかっていう形ができるんですが、早くピッチャー方向に面を向けてしまうんで、頭の方が先に前行ってしまってボールの見極めができないと、そういうような形になってるんですね。これは4番を打つ大山選手にもちょっと言えることで、やはりホッとこうすごく開くのが早い。それでスライダー、まあ甘ければヒットになりますけれども、外にきっちり投げられたらなかなかもうなんともならないというような打席が多いなという気がするんですね。こういうようなまあ形がですね、あまりにも長く続きすぎてますよね。このままほっといたらこの同じようなやられ方をするんではないかなと思うんです。今年一番のタイガースの危機、これが今来てると思いますね。この危機状態をどうやって乗り切っていくのか、そのためにはですね、僕はやっぱりチームとしてチーム全体でこうしようっていうものを決めるべき時期に来てるんではないかなと思うんですね。これまで岡田監督の作戦を見てて感じているのは、特に大きな動きっていうものがない、まあ意表をつくような作戦は僕は今年1回も見ておりません。それで、まあ言ったら選手に託す、そういうような形でやってきたんだと思うんですね。だけどその選手が思うように働いてくれないっていう結果が、これだけ点が取れないチームになってしまったというような気がしてならないですね。今どこのチームもですね、コーチの指示でこうしろっていうふうな形で、やりづらい、そういうような環境に今なっております。ですからコーチもですね、選手と接する接し方がですね、我々がやってた頃と比べるとちょっと腰が引けた接し方をしているコーチが多いんじゃないかな。我々の頃はですね、もう上から目線でこうやるんだっていうふうな形で、まあこうやらなきゃ使わないぞみたいな、ちょっと強権政治みたいなところがあったんです。これは良くはないとは思いますけれども、でもあまりにも選手に気を使いすぎて、やっぱりチームとしての方針、そういうものがですねない中でプレーをするっていうのも、これも問題があるなという気がするんですね。ですからこれだけ打てないっていうことはですね、去年日本一になったチームだから胸を貸してやろうとか、そういう気持ちではなくて、今年もまたゼロからのスタートだということでね、どこのチームに対してもですねぶつかっていく、自分たちから向かっていく、そういうような野球をちょっと見せてもらいたいなという気がするんですよね。そのためには僕はチームの方針として、ここ数試合だけでもいいんで、右バッターはセンターから右狙い、左バッターはセンターから左狙い、もうそれを一回徹底してやってみようかっていうようなね、こともありではないかな。2ストライク取られるまででいいです。追い込まれたらやっぱり、なかなか難しいと思いますので、追い込まれるまで、それは一回こういうふうにやってみようかっていうものをですね、チームとしてやってみたらどうかなと思いますね。あとはランナーが出た時の、まあ、作戦面ですね。ここもですね、選手に託すだけではなくて、チームとして何か動く、
まあセーフティーバントがあったり、ヒットエンドランがあったり、スクイーズがあったり、そういうものがあっていいと思いますね。これだけ打てないんですから、その分を何かで補わないといけない。そのためにはそういう作戦面をうまく駆使しながら1点を積み重ねる野球をしていかないといけないんではないかな。バッターに期待してるよっていうだけではですね、なかなか点が取れない今そういう時期だと思いますね。選手の調子が良くなればそういう形もいいと思うんですけれども、現状今調子がいいなと思えるバッターがいないわけですから、それをないものねだりしてはいけないなと思いますね。ない中で相手と戦っていく上で何が必要か、そういうものをですねちょっとじっくり考えてもらいたいという気がします。今日ファイターズの選手を見てたらですね、タイガースを攻めてました。打席でセーフティーバントの構えする人も何人かいましたし、一塁ランナーになったらですねスタートを切る、ことが多かったみたいですね。あの梅野が何回か二塁送球を しようかとしながら止まった、そういうことがありました。ということはやっぱりいいスタート切ってるんだと思います。スタート切りながら走らない、そういうような形でですねバッテリーを攻める、こういうことももっとタイガースはやらないといけないと思いますね。ファイターズの方がしっかりとそういう野球をやってたなという気がしました。去年は日本一ですけれども、これ今年はまたゼロからのスタートですからね、そういう点ではもう本当にどこのチームにもチャンスがある。そういう中で勝ち抜くために何が必要なのかって言えば、やはり相手の嫌がることをやる、そして相手を攻める、そういう気持ちをどれだけ強く持てるかということではないかなと思いますね。まあ明日からの戦いをですねまたちょっと期待していきたいなと思います。まあ今日は大敗ですから、そんなに大きなショックはないんですけれども、でも僕から見るとですね、この打線はちょっとショックですね。昨日今日だけではなくて、ここ今年ずっと見てて思うのはこの打線がもうちょっとなんとか点を取ってくれないと。今日の西勇輝選手が三塁悪送球したようにですね、もう1点でもやりたくない、そういう気持ちがああいう守備のまあ、ミスにもつながっていくということにもなりますのでね、打撃陣なんとか3点は1試合に取れるような、そういうような攻撃を、まあ、見せてもらいたいなと思います。はい、ということで、今日のゲームは日本ハムファイターズが阪神タイガースに6-0、昨日に引き続き大勝したというゲームをお伝えしました。以上です。